皆さんこんばんは。NHK から国民を守る党、公認候補の上洛宗行と申します。名前見てください。アゲアゲで楽しいと書きまして、上洛宗行と申します。ありがとうございます。今日はですね、私一人じゃないんですよ。応援の力強いですねサポートの方がですね来ているんですよ。自己紹介お願いします。はい、こんばんは。 NHK から国民を守る党でボランティアをしておりますひとしと申します。今日はね、こういう大事な場所に呼んでいただいたということで、この NHK から国民を守る党のチラシ配りの清掃できました。ちょっと待って、緊張してないですか？ちょっと緊張してます。普段と違う。さすがにね、やっぱりね、もう1万人近い方が見てるということで、まあいつものね、街頭の、チラシ配りのね、パターンとはちょっと違うんで、ちょっと緊張だけしております。行きましょう、はい、続けましょう、はい、よろしくお願いします。どうぞ。それでですね、これだけの人が見ていただいているということで、上洛さんには悪いんですけども、大事な発表がございます。なんと前に出させてもらいますが、結婚しました。おお。そしてこの横にいるのが僕の妻であります鈴姫でございます。今日は上洛さんの応援に、サポートに来ました鈴姫です、この前に演説した愛理さんを見習いまして、私も一発脱がさせていただきます。ちょっと打ち合わせないんで、燃える。じゃあおとなしくちょっと後ろで応援させていただきます。はい、はい、これあれですよね、何マス、ネット演説ですもんね。ですいません、上洛さんのネット演説を僕たちがちょっとジャックしてしまいました。すいません。上洛宗行の会なんで、ちょっと下がってもらっていいですか。わかりました、はい、でなんか変なこと言ったらツッコミだけ、はい、ありがとうございます。はい、本当お願いしますよ。ちょっと出ないでくださいね。わかりました。よし、じゃあ行きますよ。でよろしくお願いします。お願いします。はい、でですね、まず今1万人とか見ていただいてるじゃないですか。書き込みぜひお願いします。上洛とかね、頑張れとかで、私ですね、虹が大好きなんですよ。なんでぜひですね、上洛の後ろ、頑張れの後ろにですね、虹のマークとかつけていただけるとですね、私これ収録を、ね、ライブ終わった後チェックしますんで、ぜひお願いします。ね、N 国の犬さん見てますか？イエイ。マシューさん見てますか？見てるか。カモフラさん見てますか？見てますか。マッチンさんもう寝ちゃったか？マッチンは、ね、寝てますね、多分。あ、まあ、寝てますね。じゃあ行きますよ。私ですね、 NHK から国民を守る党でございますので、公約ですね、まず第一にですね、スクランブル放送の実現化、これをですね掲げていきたいというふうに思ってます。これですね、多分ですね、着実にできる、そんな感じでございます。そんな情勢でございます。え、ちょっとじゃあ一言お願いしますよ。はい、間違いなくスクランブル化ね、皆様がね、受信料金を支払わないということで、どんどん NHK が弱体化していきます。NHK 党を応援するということは、ね、受信料金を不払いするということで、よろしくお願いいたします。ちょっとダメだな。ちょっとね、普段と違うんです。すみません、ちょっと緊張しております。カットできないからね、はい、いきましょう。まあ、これはですね、 NHK 党の他のですね、候補者の方がですね、まあ、いろいろ言われてね、お話されているんで、まあ、これはですね、まあ、ちょっと割愛させてください。でですね、私3つ公約掲げております。1つ目がね、まず今言いましたスクランブル放送なんですが、もう2つ目ですね、はですね、心に不安を持った方々のですね、支援強化、これをやっていきたいと思います。昨今ですね、まあ、4年前から始まったコロナですね、コロナ禍になりました。どうですか、給料増えましたか？4年前から給料って増えましたか、ね、私最近、てか昨日ですね、赤飯のおにぎり買ったんですよ。この前まで、4年前まで100円で買えてた赤飯のおにぎり、これがですね128円だったんですよね。そんなことありません？なんか、なんで笑うんですか？え、100円から128円で 28%?でかくないですか？大きいです。いや、物価高ですよね。そうやってじり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 物価高なんですよ。4年前からじゃあ 28% 給料上がった方います？いますね、え、いるんですか？マジ少しだけ、少しだけでしょ。だから少しじゃ足りないんですよ、ね、でほらコロナになりますよと、で借金をね、コロナローンとかね、返済ね、猶予期間付きのコロナローン借りた方いらっしゃって、返済が始まりました。でですね、給料がですね上がってないとか、売上が上がってないとなると、ね、支払いが厳しいじゃないですか。
お金が足りないっていうのはですね、かなり厳しい、きついと。きつい。生きてて辛いっていう瞬間ありませんか？お金でね。お金って紙くずだし、数字じゃないですか。ただその数字が足りないからとか言って、本当に心が病んで死にたいなって思うような時ってあると思うんですよ。そういう人を置いて東京大改革僕はできないです、置いていかないでっていうふうに思うんですよ。なんで私はですね、公約としてそういったお金だとか家族だとか学校だとか仕事だとかパワハラとかいじめとか、そういったところで心に不安を抱えている方々をですね、全て解消していきたい、それがゼロ公約でございます。どうですか、うん、いいと思います。絶対いいですよね、それは必ずやります。はい、そして3つ目、少子化を真剣に取り組みます。出産したら1000万円支給、これ東京都でですねやっていきましょう。はい、できます。まずですね、子供が生まれましたら出産育児一時金としまして100万円、100万円ってなかなかでかいですよね。ちょっと貯金できたりとかストックできたりとかするじゃないですか。そして出産から起算しまして1ヶ月に4万円支給、これで18歳までです。で、大体ですね、960万円ぐらいになります。残りの40万円はですね、何か厳しい時、例えば子供が修学旅行の時とか、怪我してしまったとか、塾の冬季講習、夏季講習に通わせたいとか、まとまったお金をですね、ないという時に区役所に申請すれば、キャッシングするみたいに40万円差し上げます。そういう費用に充てて合計1000万円です。私はそれをですね、公約に掲げたいと思います。もう全部喋りましたよ、僕。うん、もう喋っちゃったね。あと1分。じゃあどうしましょう。どうしよう。いつも通り、いつも通りに何か。はい、そうです。うん、でか、まあこれ終わったらラーメンかなんか行きます。そうですね。でもね、ちょっと僕今ドクターストップかかってしまいまして。なんでですか？ね、中性脂肪がちょっとやばい数字になってしまいまして、はい、NHK をぶっ壊す前に自分がぶっ壊れそうなんで今、はい、じゃあそれも公約に、中性脂肪も公約、中性脂肪をぶっ壊 す,、はい、っ壊す、はい、ということで4つ目の公約は中性脂肪今増えましたね、今増えましたね、今4つ目でね、はい、はい、まあでもこう達成できなかったらごめんなさい、自分で、ね、うん、自分の自己責任ですからね、もうこれね、結構、はい、結構あるやつですね、ありますね、これだよね、奥さん ね自己管理できてないので、自己管理でね、はい、まあとりあえず皆さん健康第一そして選挙政治活動楽しくやるね、もうこの名前の通りでございます、あげ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 で楽しむと書いて上洛、もう珍しい名前ですもんね、ありがとうございます、私の気持ちみんなに届け、ありがとうございます。